悲しい事件があったじゃないですか、はい、どの事件ですか。タワマンで、はいはい、初めニュース見た時に、はい、25歳の女性が50歳の男性にっていうのを見て、はい、なんてことだと、はい、今男性の方が多いんですよね数が、はいはい、で、どんどん人口が減っていて、岡田斗司夫さんの小説で、はい、岡田斗司夫さんがおすすめしている SF の小説で、はい、月は無慈悲な夜の女王っていうのがあって、それがまあ人口が増えすぎて、はい、人は月に住み始めるみたいな、はい、で月に住み始めた人も、まあ、3世代目ぐらいの時の描写のものを読んでいる時に、はい、その月ではですね、うん、女性の方が少ないので、はい、女性一人に対して、うん、夫がたくさんいるみたいな、はい、でその女性を一人を共有して、はい、母として、はい、その女性に従って男がいるみたいなのが描かれていて、はい、岡田斗司夫さんはこういうのを読みね、はい、今のやつが仕上がってるんだなと思うんですけど、はい、なんかそうなるみたいな時に、なると限らないんですけど、はいはい、女性の方が少ないっていう時に殺してどうすんやと、はい、男がね、はい、しかも我々世代、はい、男性が51歳と書いてあったので、まあ、段階ジュニアですよね、はい、何をやっとんやと思ったんですけど、だんだんその明らかになるにつれて、女性がガールズバーの経営、はい、元キャバクラみたいな、まあ、水商売をやってる、まあ、ガールズバーですよね、はいはい、でかつ男性はそのNSX っていう、はい、スポーツカーホンダの、はいはい、当時、平成初期ぐらいのもので、はい、その時に1000万以上で売られてたんですけど、はいはい、今でもそれぐらいの価値がある、はい、そういうのをなんか売って渡してたみたいな、はい、バイクを売ってとか、バイクも NS っていう、はい、っていうこの同世代の男性がその半分以上年の下の女の子に、はい、1000万以上渡し、はい、で、まあ、そこから揉めたって書いてあったじゃないですか、はい、気づけよともちょっと思ったんです、はい、気づくだろうって、はい、俺今危ない橋渡ってるって、はい、思いません、まあ、思いますけどね。で女性が、はい、そういう容姿も端麗な方で、はい、ガールズバーの経営をしている、はい、タワマンに住んでる、はい、僕だったら気づくかなって、はい、思いながら、それは半分以上年が下、はい、これは気づくだろうとか思いながら、はい、じゃあ我々ぐらいの男性に対して、はい、警告としてね、はい、そういうのはもう全部嘘だよっていうことかなって思ったんですけど、はい、身の丈にあった。それが分かんないじゃないですか。そう、分かんないと思ったんですよ、はい、というのは木島かなえっていう、はい、今捕まってる方もですね、はい、要はその人も男性に保険をかけて、はい、保険が自分に来るようにして、はい、自殺を図るみたいなので、なんていうんでしょう、身の丈に合ってるって判断した場合でも、はい、騙されることはあるんだ、はい、っていうのに気づいたんですね。はい、要は半分以上年、なんていうんでしょう、そういう夢みたいなね、はい、話はタレントか、はい、IT 長者ぐらいにしかねえよ、はい、身の丈に合ったと思う人を選ぼうと思ったんですけど、はい、いや身の丈に合った、そもそも身の丈が何かですよね。そこに気づいたんですよ今日、はい、あ、これ難しいと思って、はい、どう、何が幸せなんですかね、はい、何が合ってるんでしょう、まあ、そんなもんですよ多分。そんなもんというと、はい、世の中はこれは例えば、はい、ちゃんと若いうちから、はい、コミュ障とかね、はい、自分でコミュ障なんて言わず、はい、社会の営みがそうであったように、はい、真面目を目指し、はい、これが正しいみたいなレールは、はい、基本外さない、はい、と信じ、はい、コミュ障って思ってるかもしれないけど、はい、ちゃんと、なんて言うんでしょう、異性とも接するようにして、はい、真面目に行けばね。あの人も別にそんなに引きこもりだったとかじゃなさそうな感じはするじゃないですか。充実はしてそうです。普通の人そう。今回のこのガールズバーに行くぐらいですからね。ああ、僕行かないですもんね。はい。行ったことはないんですけど。僕もないです。ガールズバーに行くぐらいなので。ああ、それなりに。なん
そういうコミュ障だったのか、モテなかっただけなのか。まあ、あの結婚は一回していたみたいですね、はいはい、でまた悲しいのが、そこのお父さんが、はい、テレビの取材に応じて、はい、あのその息子の部屋とかにあげるんですよ、はい、そうすると部屋がどんな感じかが分かるじゃないですか、はいはい、やめてくれって思いません？捕まった後に部屋が公開されるんですよあ、それはその捕まった人の気持ちになってやめてくれって話。そうするとやっぱりツイッターに上がってくるんですね、はいはい、あの小道寺の部屋だったと、はい、小道寺っていうのは子供おじさんですね、はい、でもいや部屋は整理整頓されているぞとか、はい、その乗っていた NSX とかバイクの模型がバーって置いてあってですね、はい、やめてくれと、はい、お父さんなんでそんなことするんや、はい、思いません別に何も思わないですよ、ね、僕捕まった後に本棚とか見せてほしくないですけどね。自分の部屋を晒されるのは嫌ですけど。だってプリキュアと 本が混雑してるんですね、はい、プリキュアのあと後ろにエニアグラムとか並んでるんですよ、はい、やめてくれですよね、はい、っていうのを見ながら、その解決策はないんですかね。これはずっと起き続けるものなんですかね。そのまあなんか加害者がいれば被害者もいるみたいなとこじゃないですか。います。どっちが加害者か被害者かも分かんないですけど、単なる、いや、単なるストーカーじゃない、単なるストーカーじゃなかったです、はいはい、だからその恋愛感情を利用してお金を巻き上げようとすれば、はい、全財産巻き上げられたら恨みを持つ人はいますよねっていうはい、まあ、そのリスクじゃないですか。でなんかその、はい、あの今捕まって懲役が11年だったかな、はい、いただき女子リリコちゃんっているじゃないですか、はいはいはい、その子、まあ、マニュアルを配って捕まったんですけど、はいはい、そのマニュアルには、はい、趣味に充実しているおじさんは狙うなって書いてあったらしいんですね、はいはい、ある種軽眼ですよね、まあ、だからそういう、本当に全財産奪われれば、はい、憎しみは誰でも持つと思うんですよ。そんなところで手出したら危ないよっていうのは分かるわけじゃないですか。うん、でそうなったので、そうなったみたいなとこじゃないですか。なりました。そこに手を出したので、本当に超大金持ちのところから何千万ってもらっても、はい、まあいいわ、それはもうしゃあないわって。あれですよね、ネズミ小僧じゃないですけど、まあそのネズミ小僧江戸の正義の味方ですかそれ何でしょう、あの、はい、あとは貧乏人に、貧乏人金を使えって、貧乏人って言ってか、まあ、その人たち貧乏人に配らないじゃないですか。配らない、はい、配らないから、ホストたちに配るんですよ。社会還元やって、ホストたちに配るんですよ。あれも僕は問題だと思ってるんですけど、はい、だからそういいとこには回っていかないですけど、はい、でもまあ結局そういうところを利用するから、そのとうとう日本人の、はい、なんて言うんでしょう、平均値じゃないですけど、はい、ボリュームゾーン、はい、の年収が200万台らしいですね。はい、いや、いや平均すると真ん中ぐらいに行くと400万とか500万になるんですけど、はい、一番多いのは200万台らしいんですよ。あ、そうなんですか。うん、初任給30万とかやってるじゃないですか。え、そうなんですか。最近物価が上がってユニクロ初任給30万とか。おお、一流企業はそうなんですね。はい、僕を抜きましたね、初任給で。多分給料は上がってる、はい、今上がってる傾向、過去最高ぐらい。まあ確かに最近忙しくなってきたので、はいはい、でまあ物価が上がってるからだと思うんですよね。全体的にガッと上がってる。で物価の上がり率に比べると給料の上がり率は低いんで、実質下がってるんですけど。ああ、なるほど、はい、追いつけばいいですけどね。はい、どうなっていくんでしょうねこれは。はい、でまあだからこうやって、まあ不安は募りますよね。ということで、猫松さんごきげんよう。あ、身の丈それなりにもなし。だから身の丈っていうよりは、そこの恋愛感情を利用したところが、まあ、結婚詐欺みたいなもんですよね。そうですね、はい、まあそれは男でもなんか俺パイロットでみたいなのはありますもんね、はい、あるじゃないですか。はい、はい、でそこに騙される可能性は身の丈関係なくあると思うんですよこれ僕でもあるのかなってちょっと考えちゃうんですよね。ある、あんと、まあ、金が絡んでくると、はい、いや、まあ、そういうのはあって壁ができるじゃないですか、最低の人は。特には持ってないとそうですよね、はい、助けてあげたくても助けてあげられないみたいな。そうですね、気持ちは分かるよ、でもごめんねーですよね、はいはい、もしくはまあ諦めるしかないみたいな、はい、お金がないから、はい、そのお金がでも破産するレベルにはしたわけじゃないですか。そこまで
そう、その殺す今捕まってる人は、はい、700万、はい、消費者金融でつまんでるらしいです、はいはい、でこの車とかバイクとか売ってもう売って、はい、それバンと金出して、はい、でその上で借金をバンと抱えて、はい、っていう状況ですよね。お金が絡むのは嘘って話ですね。お金は渡すなと。お金は渡すなはあるとは思いますけどね、はい、嘘かどうかは分かんないけど、はい、お金は渡すなですよね、はい、で夜の人は信用するなじゃないですかそもそも商売ですよ、うん、はい、けど、まあ、夜の人も恋愛したりするので分かんないです、はいはい、でもリスク回避しようとしたらもう手を出さない方がいいと思いますよ。そこにはやっぱ身の、でもこれは僕はで身の丈と思ったんですけど、はい、身の丈でもないって話ですね。身の丈って分かんないじゃないですか。あったとこってどこですかですよね。でも僕25歳のじゃあ30だったらどうですか。35はで境目なんか分かんないじゃないですか。 あとはもう雰囲気ですよあ、これダメ雰囲気ダメ、それ分かんないじゃないですか。だってキラキラしてるんですよ。僕キラキラ俺してないもんって。それはあの 自己肯定感的なところですよねそうなのかな。キラキラしてるかどうかって関係ないじゃないですか。いかようにも騙せるって話ですね。はい、だから金くれがいかんのじゃないですか。保険かけられてるよとかですねはい、でまあそういう悪い人は一定数いるって話ですよみんながそうなわけでもないし、はい、そういうことなんですかね。